養生しとるか。あ、私にご用ですか。あら、良いですね。わかりました。それでは失礼します。私にご用ですか？何でしょうか？坂本さんや新作さんはもちろん、他の方々もこの国の未来について真剣に考えていて尊敬します。それに皆さんもとても親切で、何かあった時にはいつも私を気にかけてくださいます。ですが、もう少し私を頼ってくれても良いと思うのです。私、そんなにか弱く見えるでしょうか。このメガネです。実は昔から目が悪くて、メガネをかける前は大変でした。足元がよく見えず、つまずいたり、遠くから声をかけられても誰だかわからなかったり。そんな私を見かねた兄上がこのメガネを買ってくれたんですよ。少しずつお金を貯めて。ありがたいことです。わかりました。そろそろおいとましますね。また会ったな。あんたも気づいてるはずだ。俺に近寄らない方がいい。この病は人にうつるかもしれんそうだ。隠し通したいところだったが、そうもいかないことくらい分かっているさ。あんたには倒れるところも見られちまったからな。それにこんな体ではいつまで戦えるかもわからん。どんなに強い人間も病には勝てない。あんたも俺に移される前に離れた方がいいんじゃないか。言えたもんだ。あんたこそ少しは自分を大事にしてくれ。あんたは変わり者だな。俺なら他人に付き合って自らの命を縮めるなんざごめんだ。第一、俺もあんたもまだ死すべき時じゃない。なすべきことが山ほどある。この面白くもない世の中を俺たちの手で変えてやらないとな。先が短いならば短いなりに面白く生きるまで。派手な花火を打ち上げるため、こんなところで止まっていられるか。俺は最後まであがいてみせよう。あんたもついてこられるのなら来るといい。面白い世界を見せてやる。楽には生きられん道だろうがな。
じっくり選んでくださいよ。じっくり選んでくださいよ。どうぞ。コーヒーティーじっくり選んでくださいよ。
じっくり選んでくださいよ。どうぞごひいきに。来たんですか。話があるなら聞きましょう。わかりました。貴様が最後よ。情けだ、時をやろう。今はの言葉はあるか。来た
ば死ね。
せい。そこの方、手を貸してくれないか。向こうで賊が暴れているのだ。感謝する。さあ共に参ろうぞ。Get off!
奇遇だな。君ですか。どうも。お尋ね者は始末できたか。他の者も見るか。今後もよろしく頼む。奇遇だな。用件は何だ。お、俺にか。戦では意志の強さが肝要だ。世の中には強い兵器を作ることしか頭にない連中も多いが、仮に戦が起こった時双方の武力が拮抗していたらどうなる。その場合最後まで心折れなかった方が勝つはずだ。好ましいことにこの国の侍には真の強い者が多い。この手で鍛え上げるにふさわしい連中だ。絵を少々たしなむ。これほど没頭できる趣味はそうないぞ。リンゴ一つでも、山々の景色でも、描く対象は何でもいい。ただひたすら描きたいものだけを見つめ、鉛筆を走らせる。その音と手に伝わる感触が、この上なく心地よいのだ。そういえば、日本のものはまだ鉛筆に馴染みがないのか。今度貸してやるから、お前も試しに一枚どうだ。そうか、分かった。行け、先を急ぐのだろう。
調子はようござりんすか。お会いしとうござりんしたよ。まことでござりんすか。ぜひお願いしとうおりんすよ。顔を見せてくれないして、まことにうれしゅうおりんす。他にもお望みがありんしょうか。次はいつ来てくれないすか。本に好いたらしいお方。